廿日市市役所前駅は、広島県廿日市市新宮一丁目にある、広島電鉄宮島線の駅。廿日市市役所、廿日市文化ホール、桜ピアの最寄り駅である。駅番号は、M33。旧駅名である平良の副駅名が付けられている。当駅は1984年、平良駅の名で、宮島線の広電廿日市駅、宮内駅間に新規開業した。 開業当初は駅へ至る道路も十分に整備されておらず、駐輪場は併設されていたものの、接続交通機関に乏しい駅だった。そこで、2日市市役所の新庁舎が完成した1997年、駅へのアクセス道路の整備が計画される。道路の整備は2000年度に始まり、2年後には、駅前広場を残して一部区間の共用を開始。 2004年から2005年度にかけては、駅前広場の整備に伴い、当駅の設備も改修された。駅の改修については、道路整備事業と並行して、国土交通省による幹線鉄道等活性化事業費補助を一体的に活用することで実現され、国と、この補助制度はそれまで鉄道同士の乗り継ぎに適用されてきたが、当駅については、鉄道と、 駅前広場に乗り入れるバスの乗り継ぎに初めて適用された。整備事業が完了し都市計画道路が全通したのは2006年6月1日。同日に当駅は20日市市役所前駅に改称し、明日ともに20日市市の新たな核となる駅に生まれ変わった。駅は改修により上下ホームの間に校内踏切を設置、下りホームは 駅前広場の位置に合わせて約四十メートル移設され、広場に設けられたバス停留所と一体化。これにより、鉄道とバスを同一平面で円滑に乗り継ぐことができるようになり、当駅は新たな交通結節点として機能するようになった。当駅の整備をきっかけに、翌二千七年には、同じ宮島線の広電ア内駅でも、鉄道のホームとバス停を一体化させる改修工事が、 実施されている。広電宮、島口方面ホーム。奥に見えるバス停と一体化している。広電西広島方面ホームと、構内踏切2面2線の地上駅。互いのホーム位置は斜めにずれていて、路線の起点から見て、手前に広電西広島駅方面へ向かう、上りホーム。奥に、広電宮、島口駅方面へ向かう、下りホームがある。両ホームは、 校内踏切で結ばれる。2006年に改修される前は校内通路がなかったため、ホームの行き来には迂回をする必要があった。下りホームは同一平面にバス停留所を併設しており、電車乗り場の反対側にバスが横付けすることで両者の対面乗り換えが可能である。上りホームとの間も段差は一切なく完全バリアフリーの駅である。 駅の周囲には駐輪場、多機能トイレが備わる。八日市市統計所によると、2018年度の1日平均乗降人員は3120人であった。八日市市役所前駅の乗降人員は以下の表のように推移している。西側には住宅街が広がる。東側はもともと住宅街であったが、八日市市の新宮地区整備及び、 シビックコア地区整備計画により再開発が行われている。駅前広場から伸びる触れ合い通りはシビックコア地区の中心を貫くシンボル道路の一部を形成し沿道には観光庁や文化施設が集約されている。市役所より南側の臨海部には工業施設が立ち並ぶ。駅バス停2006年に駅前広場が整備されるまでは駅前の道路は 福音教書でバスは乗り入れることができず、最寄りのバス停は徒歩9分ほどの国道2号沿いにしかなかった。広場の整備に合わせて、2日市市は広島電鉄に対して、当駅へのバス乗り入れを要望し、広電バスの路線が駅前まで延伸された。また、2日市市のコミュニティバス、桜バスの路線も乗り入れている。広島電鉄。 宮島線広電八日市駅八日市市、役所前駅、宮内駅。ありがとうございます。